セメント町の町名表、山口県立小野田工業高等学校山口県、信用組合本店南小野田駅は、山口県山陽小野田市平成町にある、西日本旅客鉄道小野田線の駅。1915年11月25日に、小野田工駅が開業した時は、駅名が、セメント町であっただけでなく、位置も今の南小野田駅の位置であった。セメント町駅は、 小野田鉄道の国有化に伴って1943年4月1日に小野田港駅に改称その後、小野田線の鈴目電駅までの延伸がなった1947年10月1日に現在地へ移転した。この移転に際し、旧来の小野田港駅をそのまま小野田港駅北口として残したのが当駅の始まり。1962年3月15日には、 南尾野大駅として独立し、現在に至る。なお、セメント町は、南尾野大駅東方に、正式の地名として現存する。列車同士の行き違いができない、停留所構造で、単式ホーム一面一線の地上駅、小野田方面に向かって、右側に、ホームがある。ホームへの出入り口には、簡便な駅舎があり、かつてここに出発口も設けられていたが、 無人駅となってからは閉鎖された。自動券売機等の設備もない。上新川駅管理。以前はホームに便所があった。現在はなくなっている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。周辺は小野田の市街地。駅の西側には小野田港が広がっており太平洋セメントの工場がある。駅の東側には高校や銀行などがある。ありがとうございます。